なので、ね、皆様がお立ちの様子に変わってみてくださいね。ちょっとね、おせちの種類によってはいらないと言ってね、ポイント捨ててしまうとね、なかなかね、お写真撮れないんですが、このようにね、気に入っている餌だとね、びしょびしょですね、一生懸命食べてくれています。またお腹の上に餌が乗っているので分かりやすいですね。さあ、どんどんと食べ進めています。ちなみにですね、この後どんなおせちを与えていくのかと言いますとですね、内紫という前が数の子、そして最後に伊勢海老という順番で与えていきたいと思います。さあ、結構ね、時間がかかっているようですね。さあ、足の部分はね、よく食べてくれている。